長尾マリア。1994年3月10日生まれ。出身地、広島県。身長159センチ。血液型、ゼロ型。長尾マリアさんは、日本のモデル、女優、女性アイドルグループ、AKB48 の元メンバーです。かつて長尾さんは、 テレビ番組の中でしくじったエピソードを明かしています。自分の誕生日の日に友達からご飯に誘われて行ったら、ケーキが出てきて、いいのに、ありがとう、って言ってたら、別の子の誕生日であったと言います。他の子のために用意してあったケーキを自分のものと勘違いしたと告白。恥ずかしくなった長尾さんは、おめでとう、と。 何事もなかったかのように友達をお祝いしてごまかしたという番組で芸能人が YouTube へ進出しているという話題になると長尾さんも3年前に YouTube をやっていたと告白チャンネル登録者数は約1万7,000人いるが始めてから3週間で辞めてしまったと明かした最初は編集や企画を担当するスタッフがついていたがネタが面白くなくてと本音をとろ ネタを自分で考えることにしたという。しかし、いざ考えてみると、そもそも一つも思い浮かばなかった、といい、スタジオの笑いを誘いました。また、自身のモテエピソードも披露。AKB を卒業してからは、やめたから、恋愛禁止じゃないんでしょう、っていろんな方から誘いは来ました、と告白。食事の誘いなどには応じたこともあったそうだが、 交際には発展していないと明かしました。やっぱりアイドルって、モテるんですね。